次に公明党20番、名村義弘議員。議長の許しを得ましたので、公明党会派を代表して質問をさせていただきます。市長さんをはじめ、理事者の皆様、よろしくお願いいたします。2022年度、施政方針からお尋ねいたします。主要施策の概要について、1、第3の柱、人づくりの挑戦、その1、豊かな 人間性を育み、想像力あふれる子どもを育てるから、すべての小中学校へ ALT、外国語、指導助手を派遣するほか、中学生に対しては、実用英語、技能検定料を補助するなど、習熟レベルに応じた英会話能力の育成を図るとあるが、現在の進捗状況をお伺いします。2、その2、生涯を通して学び、スポーツに親しめる街を作るから、誰もがいつでもどこでも楽しめる生涯スポーツ社会の実現を目指し、幼児スポーツ推進事業やトップアスリート夢事業、障害者スポーツ促進事業等を実施し、ライフステージに応じたスポーツに接する機会を提供するとあるが、この事業を通してどのようなまちづくりを目指すのか伺います。3、その4、互いの人権を尊重し、心豊かな社会を作るから、男女共同参画社会の実現を目指し、女性が活躍できる地域社会の形成に取り組むとあるが、具体的な取り組み、構想を伺う。4、第4の柱、にぎわいづくりの挑戦、その4、にぎわいある商工業を推進するから、定住自立権構成、市長と連携したオンライン合同就職説明会の開催や若者の就職者確保を図る中小企業を支援し、労働力の確保と地元就職を希望する方の就労支援に努めるとあるが、具体的な支援策をお伺いします。5、第5の柱、ふるさとづくりへの挑戦、その3、健全で効率的な自治体運営を推進するから、行かなくてもよい市役所、すべての市民がデジタルの恩恵を享受できる社会を主眼として、オンライン申請の普及やキャッシュレス決済の拡充、オープンデータの活用など、一人一人のニーズに合った行政サービスを提供し、誰一人取り残さない、人に優しいスマート自治体の実現に取り組むとあるが、来年度でどのような取り組みを考えているのかお伺いします。以上5点質問させていただきます。よろしくお願いいたします。市長。公明党代表としての名村義弘議員のご質問のうち、まず3点目のご質問、女性が活躍できる地域社会の形成への具体的な取り組みと構想についてお答えいたします。本市では平成22年度から女性の活躍や女性リーダーの育成のために女性の働き方セミナー、出前チャレンジ相談など開催しているほか、本年度から女性活躍講座開催、補助金交付事業を実施し、女性が主体の団体をサポートするために講座開催にかかる費用の一部を付与しております。また昨年8月に開催した女性活躍ネットワーク会議は、今後は開催頻度を増やすことで女性が市政や地域づくりに参加できる社会に発展させることを構想の一つとしております。次に4点目のご質問の定住自立権、厚生市長と連携したオンライン合同就職説明会の開催や、若者の就職者確保を図る中小企業を支援し、労働力の確保と地元就職を希望する方の就労支援に努めるとあるが、具体的な支援策についてお答えします。
本市の就労支援につきましては、定住事実権1、市長により、まず合同就職説明会を平成24年度から実施し、令和2年度には新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、初めてオンラインで開催したところでございます。また、地元企業の若者への認知度を高めることを目的に、市内企業への就職をサポートする、辰野で働くサポートブックを作成し、市内外の高校、大学等へのガイドブックの配布及び市ホームページへの掲載を行っております。さらに、平成30年度からは企業就職者確保支援事業を立ち上げ、若者の奨学金負担軽減制度を設け、人材確保に努める市内の中小企業を各社に対し、企業負担金の一部を補助する取り組みや仕事に関する悩みなどを専門員に無料で相談できる若者就職サポート相談会を開催しているところでございます。いずれにいたしましても、就労支援対策は本市の人口減少に歯止めをかける重要な施策の一つと捉え、より効果的な事業の実施に努めてまいります。なお、その他のご質問につきましては、総務部長、教育管理部長、教育事業部長が答弁をさせていただきます。教育管理部長。引き続きまして、1点目のご質問の習熟レベルに応じた英会話能力の育成を図るとあるが、現在の進捗状況についてお答えをいたします。議員ご承知のとおり、グローバル化が進む社会において、児童・生徒が将来活躍できるよう、豊かな語学力やコミュニケーション能力、主体性や創造性、チャレンジ精神等を持って行動できる能力や態度を身につけることが求められています。まず、ALT の配置については、8名を雇用し、市内すべての小中学校に派遣をしているところでございます。教員とのティームティージングにより、英語の発音、児童・生徒との英語による会話はもとより、母国の言語や文化についての学習等、国際理解教育の一端も担いながら成果を上げています。また、実用英語技能検定料の補助については、今年度より中学校2年生、3年生を対象に実施しており、現在約200名が補助を利用されております。さらに、辰野市役所内に巡回場を設定し、英検を実施したことで、119名の中学生が受験し、市内で受験できるのでチャレンジしたなど、好評を得ているところでございます。なお、来年度は年2回の巡回場での実施を計画しており、検定料の補助対象を1年生にも広げることとしております。いずれにいたしましても、今後も継続して、学校教育の中での英語教育はもちろんのこと、英語検定など個々に能力アップを図れる事業展開も視野に入れてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育事業部長。引き続きまして、2点目のご質問の幼児スポーツ推進事業やトップアスリート夢事業、障害者スポーツ促進事業等を通して、どのようなまちづくりを目指すのかについてお答えいたします。スポーツは、体を動かすことにより、爽快感や達成感、他者との連帯感などの精神的充足をもたらし、さらには、生活習慣病の予防、改善や介護予防など、高齢化社会を支えるための健康寿命の伸長に寄与するものです。また、スポーツを通じて人と人との交流、地域と地域の交流が促進され、地域の一体感や活力を醸成する役割を有していると考えております。本市では、スポーツを普及・振興するため、幼少期にはリズムジャンプ教室や体操教室の開催、スポーツ少年団の活動支援などを行い、成人期には各種スポーツ教室の開催や体育協会の活動により、
気軽にスポーツに、携わる機会を提供しています。障害者スポーツでは障害の有無にかかわらず気軽に参加できるモルック大会を開催していきます。高齢期にはスポーツクラブ21などが行うニュースポーツの普及活動や大会の開催を通じて定期的なスポーツ活動への参加を促しています。いずれにいたしましてもスポーツに関係するあらゆる方々と連携協働しながら子どもから高齢者まで生涯を通じてスポーツに親しみ誰もが健康で生き生きとした地域活力あふれるまちづくりを目指したいと考えておりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。総務部長。引き続きまして5点目のご質問のスマート自治体の実現に取り組むとあるがどのような取り組みかについてお答えいたします。スマート自治体の実現に向けた令和4年度のデジタル化の取り組みについては市民の利便性を図るデジタル化事業としてマイナンバーカード交付円滑化計画に基づくマイナンバーカード交付促進事業、行政手続きのオンライン化推進事業、証明書コンビニ交付サービスに戸籍謄本等を追加する戸籍謄本等コンビニ交付事業、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び市営住宅使用料のコンビニ収納及びスマホ決済対応、公開型地理情報システムで建築基準法上の道路判定台帳を公開する指定道路図閲覧システム導入事業、電子契約システムの導入などがございます。また町内の事務の効率化を図るデジタル化事業としてタブレット端末を使って土地家屋の現地調査を行う家屋土地、現地調査支援システムの導入、小中学校等の学校施設、台帳管理システムの導入、軽自動車登録情報のオンライン対応などに取り組むこととしており、合わせて16事業、9974万5000円を予算化しております。本市といたしましては、これらの事業を推進するとともに、今後の国の動向等も踏まえながら、行政サービスのさらなる向上と、業務の効率化を図ってまいりますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。20番名村義弘議員の質問中ではございますがここで昼食のため暫時休憩いたします。午後の再開は午後1時からといたします。都合により議長と交代いたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に公明党20番名村義弘議員。はい、名村義弘議員。確認程度の再質問ということでありますので2点だけ、再質問をさせていただきます。丸1の ALT を派遣するほか中学生に対しては検定料を補助するとありますけど、いかに子どもたちに対して子どもたちのやる気を起こさせるのかということを確認で再質問させていただきます。教育管理部長。はい、まさしく今回その子どもたちのやる気というところになりますけれども、まあ、チャレンジ精神ということで一番最初にお答えしたんですけれども、どん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 興味のあることに対してチャレンジしていただくということで今回英検のことも補助しながらということでさせていただきました。でニーズ的にも、来年度以降、まあ、拡充もいたしますのでそういう格好でたくさんの子どもたちがそういう意欲を持っていただきたいなという意味でこういう事業をさせていただきたいと思っております。20番名村義弘議員。ぜひたくさんの子どもたちがやる気を起こさせるように起こすように頑張っていただきたいなと思います。次、丸に、
トップアスリート、生涯を通して学び、スポーツに親しめる街を作るからですけど、例えばトップアスリートをお呼びして子どもたちに指導していただいて、でそれをもって、いわゆる子どもたちが、あ、こういう練習したらこうなるんだなと、またはこういう選手になりたいなとか、で夢と希望を持ってまた頑張るという、まあ言ったら、事業も本当に大切だと思います。で違った側面から見ましたら、例えばこの西播磨地域、西番地域、県での大会をですね、この辰野市で開催してトップアスリートを作っていくというような方法もあると思うんですけど、その辺はいかがですか。教育事業部長。はい、まさにその先ほど言いましたように、トップアスリートで子どもたちのやる気を出すという形で、進めていきたいと思っています。特にトップアスリートの方の話を聞く中で、どうやって挫折を乗り越えたのかとか、それからどういう練習をすればうまくなったのかとか、そういう確かにもう夢を持っていただくということでさせていただきたいと思っています。でその大会につきましてはですね、なるべく多くの大会は誘致したいと思います。またそれに合わせましては、いろんな条件があると思うんですね。その施設の広さですとか、いろんなところがありますので、そこをいろんな団体と検討しながら進めていきたいと思っております。以上。20番、南村芳郎議員。確かに施設の問題はあるんですよ。で例えば、去年の12月なんか、中学生の県の新人戦なんかありまして、その時にある市で、ずっとその市でやっとるんですけど、県の、中学生新人大会と下のもう一つ大会名があって、何々市市長杯いう大会名が連なっているんですね。それを見ればですね、やっぱりあ、ここでこの種目をやれば子どもたちはここで活躍できるんじゃんかな、じゃないかなっていう保護者が、思ったりもすると思うんですよ。そういう面で、ぜひともですね、一つね、いろいろ考えていただきたいなと思います。で、この施政方針の中に、第2次辰野市総合計画後期基本計画の指導都市でもあります。子どもたちが、子どもたちじゃなくて、住む人々が、住んでよかったと言っていただける町づくりを目指して頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。これで質問を終わります。